おはようございます、お嬢様。これはこれは上機嫌なご様子、快適なお目覚めのようですな。快適な目覚めどころか、ワクワクして一睡もできなかったぞ。何しろ楽しい楽しい第4のゲームの幕開けだからな。前回はバトラのやつを徹底的にケチョンケチョンにしてやった。あのまんまと騙されたというバトラの顔、実にざまあなかったぞ。それにしてもやつまだへこんでるのではあるまいな。へこんでいると申しますと？ん？まあそのだな。あやつめ、いい年してちょっと素直すぎるとことかあるだろ？ございますね。そこが魅力とも申しますが。そうであろう、そうであろう。まあそれでだ。前回のあれ、あやつめコロッと引っかかってくれたであろう。ええ、コロッと豪快に。生まれてからただの一度も人に騙されたことのない無垢なバラのつぼみにも似た純粋さを、お嬢様が存分に蹂躙を、冬の朝美しき新雪の平原を存分に駆け回って踏みにじり尽くす喜びにも変えがたいでしょうな。お嬢様はバトラ様の純粋な心を実に痛快に豪快に無残に無慈悲に無教養に、実はちょっぴりやりすぎちゃったんじゃないかななんて不安になってしまうくらいに暴虐の限りを尽くされましたとも、普通ならへこむでしょうな。それはもう二度とお嬢様の顔も見たくないくらいに。わ、分かっておるではないか。わらわはそのだな、いよいよ第4のゲームが始まるというのに、もしもあやつが意気消沈していて卓に着かないというようなことがあったらまた面倒だなぁと思い、そうならば先に対策を準備した方が良いかと思い、お前に先にそれを問うたわけだ。でしたらやはり対策をご用意された方がよろしいでしょうな。残念ながらバトラ様はお嬢様の例の北風と太陽作戦でかなりショックをお受けになったようです。ほう、ショックというとどのくらい？実は膝を抱いてうずくまられてもうだいぶになります。何度かお声をおかけしたのですがお返事をされません。お食事もお運びしたのですが手を触れた様子もありません。それは難儀だな。あやつそこまでへこんでおったか。無理もありますまい。何徹底的におやりになられましたからな。普通なら人間不信になりましょうな。ほう、人間不信なら好都合。人間など見限って魔女を信じるとよいぞ。すまぬ、ふざけが過ぎた。深刻なのか。第4のゲームの開始はもう少し待ってやった方が良いか。ベルンカステル卿のお客人もおいでになっておりますので、第4のゲームは速やかに開始された方がよろしいでしょう。ただお嬢様はバトラ様に多少
気を使われても良いかもしれませんな。キトナ？どう使えば良いのか。あやつは落ち込んでいるのだから、そうだな、元気づけてやるとか。心を暗く閉ざした者に暗く接しても無駄なこと。その暗闇に負けないほどの明るさで照らし出すほかないでしょうな。ちっくしょう、いい加減にしやがれ。バトラ君、こちら。あんたごときにロノウェ様が焼いてくれたクロワッサンなんてもったいないもん。私が美味しく食べちゃおうかな。返したらデコピン一発で許してやる。もしも食ったりしてみろ。代わりにお前を食べてやるぞって。私を食べられるものなら食べてごらんなさいよ。きっとパンケーキの蜂蜜のように甘いから。捕まえた。今はてめえの太ももよりそのパンが食いてんだ。おとなしくそいつを返しやがれ。こいつ最後まで抵抗を。ダメよダメよ、あげないもん。クロワッサンも私に食べてほしいって思ってるもん。イエーイ、ヤッホー、おはよう、バトレー。こいつ朝っぱらからまだくよくよしてるのか。新しい一日とゲームの始まりであるぞ。元気出して行ってみよう。朝から絶好調なようで何よりだ。バトラー？どういうことだロノウェイ。元気そうじゃねえかよ。膝抱いてないし返事してるし、というか食事中だったし。いえいえ、毛布の中で膝を抱くようにぐっすりお休みでございまして、お目覚めの時間をお知らせしたのですが、まるでお気になられず、食事をしようにもいたずら猫が迷い込んでそれどころではなかったようで。よく言うぜ。てめえこそ前回はでっかく騙してくれやがったじゃねえか。事情はさっぱりだが、朝からいい気味だぜ。とりあえずロノウェ、朝からナイス。
恐れ入りますバトラ様。俺をあんまり舐めるんじゃねえ。まさか俺が膝を抱いてまだいじけてるとでも思ってたのかよ。前回あれだけ悔し涙を流しておったのはどこの誰だというのか。あの涙をたっぷりと小瓶にでも集め化粧水にすればよかったわ。うるせえ。あれはそのてめえの下手くそな芝居の超展開にちょいと驚かされちまっただけだ。みっともねえとこ見せちまったが、二度と同じ手が通用すると思うなってんだ。無論よ、同じ手に何度も引っかかってわらわを失望させるな。ああ見てろよ、俺はくじけるたびに強くなる男だってことを教えてやるぜ。だがなベアト。うん、なんだ。二度とするな。ほう、なんでだ。やはり絡めては苦手か。俺とお前は敵同士で絶対に手を取り合うことはないってことを俺はもうはっきりと理解した。だからもう二度とそれを勘違いさせるような不愉快な真似をするな。そうは言うがな、そなたの弱点と知って。いいな、二度とするな。わからんぞ、忘れた頃にまたやるかもな。二度とするな。それでよい。そなたとわらわは好敵し、どのような良好な関係になろうとも敵同士であることの一線を越えることはない。そなたがそれを勘違いしなかったなら、わらわはそれで十分だ。そうだな、お前が敵であることを一瞬だけ忘れかけた。二度と同じ集体は晒さない。お前の絡め手にかかることは二度とない。二度と。第4のゲームが待ちきれないのはどうやらわらわだけではなかったらしい。嬉しいぞバトラー。さあ席につけ。ああ、望むところだぜ。もう小手先の騙しは効かねえぞ。意気がるな。前回のゲームの最後の謎、南條殺しの謎も降参したままのくせに。今はまだ答えを保留するさ。だがな、くじけたわけじゃねえぞ。必ずお前の真っ赤な真実を破り魔女を否定してみせる。良い心意気だ。やはりそなたは不死鳥のごとき男よ。わらわの見込みを裏切らぬ。それでは第4のゲームの幕を開けよう。だがその前に我らは新しい客人を迎えなければならないようだ。客人？そなたも覚えておろう。前回のゲームの最後で招待状もなく現れ余興を台無しにした謎の女よ。あいつか。わらわたちのゲームに加わりたいというのでな、正式に招待状を送りこの席へ招かせていただいた。ロノウェ、客人を呼べ。その必要はないわ、もういるわよ。
おやおや、そなたも人が悪い。来ていたならば挨拶の一つもすればよいもの。私、殴る前に挨拶する習慣ないの。でも殴り終わってからならしてあげるわ。ほう、なんとする。軍内ハバナイストリーム。笑える、実に笑える。あんた武闘派だな。前回は土壇場で世話になったな。礼を言うぜ。礼なんていらない。あなたがぶったるんでただけよ。私は目を覚ませと言っただけ。そうだな、バトラはぶったるんでるな。どうやら俺は嫌われてるみてえだな。あなたが本気で戦ってないからイラついてるだけよ。俺が本気じゃないだと？まさかあの体たらくが本気だったとでも？バカにしないで、いつまでこんな魔女の茶番に付き合ってるつもりなの？俺は俺なりにベアートと戦ってる。もちろん本気でだ。本気で？笑わせないで。魔女といつまでも永遠にお茶を飲んで談笑しているだけのあなたが本気で戦っている？冗談は髪型だけにして。そりゃ俺も最初はこの魔女のゲームに不慣れで散々な目に遭わされてきたさ。だがな、ようやく戦い方やそのコツが見えてきたところだ。俺のこれまでの無様さがあんたには本気でないように見えたのならそれは誤りだぞ。そう？確かに俺がベアトの胸ぐらをつかみ上げるのに必要な距離はまだかなりあるだろうと思う。しかしその距離はどれほど長大であろうとも有限だ。そして俺はゲームを重ねるごとに一歩一歩確実にその距離を詰めている。時間はかかろうともあの魔女を追い詰め必ず